スターシステムとは、多くは、演劇、映画、プロスポーツなどの工業分野において、高い人気を持つ人物を起用し、その花形的人物がいることを大前提として、作品制作やチーム編成、宣伝計画、さらには集客プランの立案などを、総合的に行っていく方式の故障。また、資本力やニュースマスコミを利用した大々的な宣伝の反復などによって、 そのような花形的人物を企画的に作り出すシステムもこの一環として指す。展示で漫画などで同一の作家が同じ絵柄のキャラクターをあたかも俳優のように扱い、異なる作品中に様々な役柄で登場させるような表現スタイルもスターシステムと呼ぶようになった。日本の漫画分野で初めてこの手法を用いたのは手塚治であり、彼が 複数の作品の中で、自らの友人や、友人の祖父、さらには、実の妹が描いたキャラクターを登場させたことに、始まるとされている。当記事では、スターシステムを採用している各メディアのうち、著作家が生み出した、架空のキャラクターを起用する、いわゆる小説、漫画、アニメーション、コンピュータゲームなどにおける分野について、解説する。なお俳優を使う、舞台劇。 映画、テレビドラマなどの分野については、スターシステムを、その他の分野については、スターシステムを参照。多作の SF 小説作家は、未来について描いた個々の短編や長編小説の背景を互いに統一し、一貫した未来史として創作する場合がある。代表的な作家としては、アイザック・アシモフや、ロバート・エイ・ハインラインなどで、 それぞれの作品に対し共通する主人公や脇役が活躍したり時代的に後になる作品で過去の作品を歴史上の出来事として扱うことが見られる。また、ワイルドカードシリーズではシェアードワールドまたはモザイクノベルといってロジャーゼラズニーと多数の作家が同一の設定、舞台をもとに連作を成している。ある作家の作り出した。 登場人物が別の作家の作品に登場したり、またある作品で起こった出来事が別の作品でも起きたことになっているなど世界観を共有している。ヒロイックファンタジーシリーズであるマイケル・ムアコックのエターナルチャンピオンシリーズも同じ魂と時には記憶を共有する主人公がパラレルワールド内で活躍する物語で、 ある多元宇宙内で一同が解するエピソードもあり、スターシステムの一種と捉えることができる。非常に広範囲なスターシステムは、スティーブン・キングの著作に存在している。キングのほとんどの小説は同一の世界観に属しており、その中心にダークタワーシリーズがあるというようになっている。アニメーションや漫画における、スターシステムは、工業分野におけるそれとは、意味合いをことにする場合がある。 アニメーションではアメリカのカートゥーンと呼ばれる劇場用短編作品が多く作られたジャンルにおいて人気キャラクターを俳優に見立ててその出演作が制作された。これはアニメキャラクターは俳優であり主演映画シリーズを持っているという点で工業分野におけるスターシステムと共通するものであった。広い意味でのシリーズ作品であるケース。 シャーロック・ホームズ等の有名キャラクターが登場するケースを除いた場合、小説におけるスターシステムを定義することは難しい。小説では個々のキャラクターよりも世界観や物語が重視されるため、キャラクター性による純粋なスターシステムは成立しにくい。特定キャラクターが大きく活用される際は、元作品のジャンル、世界観なども引き継ぎ、 シリーズ作品の形態を取られることが多い。菊池秀幸作品には、戸や淳子という人物が多数の作品に出演しており、主人公となった作品もある。大塚英二白倉由美の小説、漫画には、大江木美彦、ドリータドといったキャラクターが世界観の枠を超えて登場するが、これは、シェアードワールド、スピンオフとしての性質も帯びている。辻松崎作品には、 マキサツジとその恋人、カノオ、キリコを中心に、スターシステムが確立されており、キリコの2位、カノオ、カツローが最も多くのシリーズに登場する。アニメ脚本家で、小説家で、気候作家である、辻真スサは、一時期虫プロに在籍しており、手塚治虫の影響を大きく受けているが、手塚のスターシステムと異なり、同一人物は同一の設定で登場する。 カイドウ・タケルの作品には、デビュー作であるチーム・バチスタの栄光から始まるすべての作品が同一世界を共有しており、スターシステムの一種であると考えられる。1980年代末以後、サンリオのキャラクターを俳優に見立てた出演作として、童話を題材にしたサンリオ名作映画館シリーズ、オリジナルストーリーのサンリオキャラクターアニメシリーズが制作されているほか、 2006年現在ではマイメロディを主人公にしたお願いマイメロディシリーズやテレビ番組キティズパラダイス内でサンリオのキャラクターが主演するアニメ作品がテレビ放映されている。ジュエルペットのアニメシリーズにおいてはジュエルペットの設定や世界観がシリーズごとに変更されており、後に重要キャラクターして登場するペットが 背景でモブキャラクターを演じることがある。また、OVA を中心としたメディアミックス作品、天地無用に登場していた脇役キャラクター、ササミに人気が出たために、ササミを主人公にした別個の作品、魔法少女プリティサミー、ササミ魔法少女クラブが制作された。これらはスピンオフの一種とも言えるが、作品人気による続編や舞台背景を共通する。 サイドストーリーとも異なり、キャラクターを俳優に見立てたスターシステムに基づいた企画である。漫画では主に以下の種類に分類される。ゲームも漫画、アニメ同様スターシステムを用いている作品がある。日本における代表例としてスーパーマリオブラザーズのキャラクターが様々な作品に登場している。マリオカート、マリオテニス、スーパーマリオ RPG、ヨッシーの卵など、 非常に多岐にわたっている。任天堂は、この他実写ゲーム登場キャラクターを一堂に変させる、クロスオーバー作品を多く作っている。ドラゴンクエストシリーズでは、カンダタ、ファイナルファンタジーシリーズではシドなどが、シリーズにまたがって登場している。ディズニーとスクエアエニックスの、コラボレーションゲームソフトである、キングダムハーツシリーズは、ディズニーのアニメキャラクターが、スターシステムで登場している。 また、これとは逆に、ディズニー映画、シュガー・ラッシュには、国内の大手ゲームメーカーの主要タイトルに登場する、代表的な悪役が登場。中には、カップコンの格闘アクションゲーム、ストリートファイターシリーズのザンギエフのように、以前はヒーローに憧れていたという裏設定を持つ、キャラクターもある。イーデンズゼロ、登場キャラクターと担当声優まとめイーデンズゼロ、アップミディア。 アップミディア、2021年7月11日閲覧。春アニメ、エデンズゼロ、寺島拓マ声優陣登壇の先行上映会レポ到着。アニメートタイムズ、アニメートタイムズ、2021年7月11日閲覧。ありがとうございます。